主よ、私は深い淵からあなたに呼ばれ、主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。巨大地震による未曾有の大震災を受けました。命を落とされた方々のために心からの弔意を表し、未だ行方の知れない方々のご無事を祈り、心に大きな痛手と不安を抱いたまま、今も冷え切った中におられる方々のために生きる力が与えられるように祈ります。こうした形で卒業生の皆さんにメッセージを送らざるを得ないことは痛恨の極みであります。卒業式の中止は苦渋の決断でした。地震被害は想像を超えるものであり、余震、交通網の遮断、生活必需品不足、不安定な停電、加えて原発事故による放射能効果の深刻な懸念等があります。私たちは学生の皆さんの安全を最優先に考え、できるだけ外出を控えるべきことと、社会全体が悲しみのうちにある時を理解し、この決断を下しました。しかし今年度の卒業生の皆さんは、経済不況と雇用不安という逆風を受けながら、明るくたくましく賢さを持って一生懸命に歩まれました。でもこうした社会と人間存在を破壊する虚無の風の中で、人はどのように生きるでしょうか。深い淵に閉じ込められた時、人はどのように生きたらよいでしょうか。二つの可能性があります。第一は絶望と諦めを持って生きることです。いくら努力して生きても全ては無駄だと思い、被災地の人々のことなど忘れ、享楽と欲望のまま生きる姿です。でもそれは結局生きる力を崩壊させ、破局になるだけでしょう。もう一つの可能性があります。それは主によって望みを抱いて生きるということです。旧約聖書は空の空と告げました。絶望と諦めと享楽という虚しい考えも、またその考えが虚しいと告げるのです。その上で一筋の光が入ってきます。深い淵から叫びを上げる私たちに応える声があるのです。主によって望みを抱けと、チャペルには十字架が立っています。十字架は苦しみを避けず真っ向から受け止め、誠実に黙々と苦しみを受け止め、人々のため救いを祈る姿です。十字架の死は教えます。私たちが苦難に遭うのは、誰かが罪を犯したのではなく、新しく神の御業が始まるためであると教えられました。もう一つの可能性は、まさに主によって信仰、希望、愛を持って生きるということです。未曾有の大災害という起きてしまったことを、十字架を引き受けるように黙々と受け止め、しかし神が必ず救いを与えてくださることを確信し、歩み始める生き方です。深い淵にいる私たちです。でもその深い淵からであっても、主によって望みを抱き、新しい社会の再建と復興の御業を始めることができるのです。卒業生の皆さんがそのように生き始めるとき、そのこと自体が実は世の光であり、神の御業の始まりなのです。私は主を待ち望みます。夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。主には慈しみがあり、豊かな贖いがあるからです。最後に、困難な中素晴らしい論文を仕上げ、学位を受けられた方々のためにも、試練の中の学位授与ということに深い意義があることを確信してくださり、これからも真理の信仰を深められますように。最後に祈りを持ってメッセージを閉じさせていただきます。天の父よ、ご卒業され学位を受けられるすべての愛する聖学院の仲間たちの上に、
生涯を通じて神の祝福あらんことを信じ祈ります。そして心からの祝福を持って社会の荒波に出ていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。